私、アミティエ・フローリアンは今日から日記をつけることにしました。妹のキリエも自分の日記をつけます。私たちはエルトリアの片隅にある小さな家に3人で住んでいます。私たちのお父さん、グランツ・フローリアン博士は学者さんです。私はまだ小さいので、あまり難しいことはよくわかりませんが、世界のためにいろんなことを調べて研究しているそうです。悲しい思いをしている大地を救ってあげるための研究。博士は自分の研究をいつもそう言っています。だから私たちはお父さんじゃなくて尊敬を込めて博士って呼びます。ねえお姉ちゃん。なにキリエ。博士、今日も研究にお出かけ？そうよ、博士は世界のため、エルトリアの大地のために頑張ってお仕事中。なんだかいつもそればっかり。もっと遊んでくれてもいいのに。はわがまま言わないの。お姉ちゃんは寂しくないの？それはちょっと寂しいけど。大丈夫、私たちがもっと大きくなっていろんなことを覚えたら博士と一緒にお仕事できるんだし。そしたらお出かけできる？お家からもっと遠くまで？もちろん、試食の森の向こうにだって行けちゃうんだから。じゃあキリエ、早く大きくなる。お姉ちゃんよりも。ああ、負けないもん。と、お姉ちゃん、遊ぼう。うん、遊ぼう。優しい博士と元気な妹のキリエ、私は二人と一緒にいられて毎日幸せだなって思います。こんな毎日がずっといつまでも続いたらいいなって思い。ずっとずっと続けばいいって本当にそう思ってたんです。私のお姉ちゃんってば、割と本気でおバカさんなの？バカはどっち？妹がバカなことをしようとしてるのに、それを止めない姉はいません。ちょっとくらい早く生まれたってだけで、妹の生き方を曲げる権利なんてないもん。とにかく、私はこの時代この場所でやることがあるの。こっちの世界の人にもなるべく迷惑をかけないように頑張る。いいから、私の邪魔をしないで。させません。縄で縛ってお尻をつねり上げてでも。エルトリアに私たちの博士が待ってるあの家に連れて帰ります。ま、力づくは望むところ。やってみたら。アミタ、お姉ちゃんは妹に勝てないってこと教えてあげる。スタンバイレディフェーズ1エンゲージ。バルカ
私が本気で戦ったとか思ってる？っていうか、気づくことすらできなかったでしょ。これは一体聞いてきた？戦闘中にこっそり打ち込んだ特製のウイルスバレット、動けないでしょ。なんですって。まあ死ぬことはないから安心して。そんなに止めたのに、それを無視して私を追ってくるようなバカなお姉ちゃん、いっそこの場で本当にぶっ壊しちゃってもいいんだけど。やれるものならやらない。私があなたを傷つけたりしたら博士はきっと悲しむもの。キリエ、待ちなさい。バイバイアミタ、多分もう会わないわ。キリエ、追わなくちゃ。打ち込まれたのは身体機能阻害のウイルスバレット。抗ウイルス剤か治癒術があればきっとすぐに治ります。この世界の人に迷惑をかけたくはないけど、キリエを止めなきゃ取り返しのつかないことになる。思いますが、とりあえず銃を下ろしていただいていいですか？非礼は重々承知ですが、当方非常に急いでおります。薬か治癒術をお持ちですか？お持ちでないですか？あ、ちょっと。スキャンダーレディフェイズ1
ああ、うん。なのは、そっちは何か妙な人とか現れてない？人？ううん、誰もいないよ。そう、こっちはその急に現れた変な人に襲われて。大丈夫？その人はどこに？私がすぐに。いや、ちょっと戦ったら勝手に墜落しちゃって。あらら。助けようと思うんだけど、ちょっと手伝ってもらっていい？了解、すぐ行くね。そういえば、妹がどうとか言ってたっけ？この人の妹さんも近くにいるのかな？ユノ君、ナノハちゃん。あ、シャマル先生。ごめんね、オフタイムに。あのね、今アースラにいるんだけど。はい。それって一体？本当に変な反応としか言いようがないんだけど、アズラスタッフの話だと未知の魔力応用技術が使われた可能性がある。未知の？異世界からのお客様だったりするかもしれないの。今調査員が向かってるから、よかったら協力してあげて。了解です。
あのですね、それ人違いです。はい、人違い。私がその子と似てる理由に心当たりもあります。せやけど私とはちゃいますよ。じゃあその子はどこにいるの？知ってる？教えて。ああ、それがですね、3ヶ月ほど前にみんなで退治してもうて。え？残念ながらもうこの世には。うそ。ほんまです。魔人子で？魔人子です。うそ。なんてこと、なんてこと。それじゃあ私の計画がのっけからめちゃくちゃに。我が主、緊急事態です。オウミのそばに。愉快なお姉さんならもう一人現れてるけど、それとは別に。我々はこの気配を知っています。先の事件で現れた闇の残滓。闇のかけら、いや、マテリアルたち。私も今そちらに向かっています。確かに倒したはず。それからずっと蘇る気配はなかったの。どうしよう。このお姉さんが来た途端に。あっ、空が揺れてる。それにこの感覚は。え、なになに。我が主、ミーフォース。あれはやはり。多分そうや。あの、私も混ぜてもらっていいです？あれは一体。黒天に出す闇滑るを。みなぎるぞパワー、あふれるぞ魔力、震えるほど暗黒。うわー、また面倒な子が面倒なタイミングで。ん？木枯らす貴様か。それにその融合器と、あとはなんだその。え、もしかして私のこと。相変わらず口悪いな。悪い子は目やって教えたやろ。誰が好き好んで貴様に物を教わるか。だがまあ、貴様と騎士どもに味わわされた屈辱は千年経っても忘れんがな。この子たちの身内話は分からないけど、私の目的を果たすのは今がチャンス。キリエ、ファイト。生まれ変わって手に入れた王たるこの身の無敵の力、早速披露してやるとしようぞ。ひざまずけ。以前はこんな魔導を使っていなかったはず。生まれ変わったと言っておろうが、今までの我と思うなよ。はじめまして王様。私は頭が高いわ。遠近自在の高速バインド。困ったな、前よりパワーアップしてる。そうと。さて貴様ら、先日我が胸を貫いてくれた恨み、あの屈辱と痛み、今ここで千兆倍にして返してくれるわ。待ちなさい。貴様はピンクのお姉さんと同じ武器で同じ格好や。黒羽のお嬢さんと銀髪の方、
ピンクで負傷の妹がご迷惑をおかけしました。この場は私が何とかしますので、皆さんは下がってください。ちょ、アミタ、手を出さないでってば。大体あなたウイルスは、あんなものは気合で、この胸に情熱のエンジンが熱く燃える限り、ウイルスごとき気合で何とかしてみせます。そりゃバカは風邪をひかないとは言うけど。さあ参りますよ、エルトリアのギアーズ、アミティエ・フローリアン。この世界の運命は私が守ります。なんだか知らんが、かかってこい。が足りんのか。先ほどから急激に力が抜けていくようなこの感覚、くそ、しばし力を蓄えればこのような塵やくたに。バインドも溶けてる。リフォス、今ならもう一度倒せるか。今ならなんとか。いや待って待って、倒されると困るの。おとなしくしなさい、キリエ。行くよ、リーフォース。ユニゾン。何？待て、貴様ら。こんな苦境の我を相手に、まさか攻撃を仕掛けるつもりか。ごめんな、蝶を一旦無力化してもらって。話を聞くのは、その後としよう。おのれ、待てー。あー王様だけ蘇って、僕らが蘇らないって道理はない。ロード・ディアーチ、この姿でお目にかかるのはお初になります。貴様ら、シュテルとレビィか。そういえば私たち、そんな名でした。そうだっけ？僕はあんまり覚えてないけど。でもいいね、その名前、かっこいい。マテリアルが3機揃うのは初めてだな。なるほど、力が満ちてる。王様、どうしたの？今気づいたが、貴様らが実体化するにあたって、ここらの魔力とシステムの共有リソースをかなり適当に食い荒らしたな。うん、美味しくいただきました。ひょっとしなくても、それが先ほど我が窮地に陥った理由ではないのか。そうなの？そうなりますか。アホか、貴様ら、復活するなら時と場所を考えんか。知らないよ、僕らだって好きで復活したんじゃないもん。何かに呼ばれた気がしたんです。まるで無理やり時を動かされたような。キリ
フォース、大丈夫？はい、我が主。ごめんなさいね、ちょっと切らせてもらっちゃった。ちょっとって、あのね、王様、聞かぬ。うせよ、ゲローと話す口は持たぬのだ。それがシステム UV、 砕け、砕けエミア。それって僕らがずっと探してた大いなる力。そう、やっぱりあなたたちもまだ見つけてないのね。え、君知ってるの？砕けエミア闇の目覚めさせ方。よさぬかレビー、こやつは得体が知れぬ。王様、どうしようよ。進化の声を聞くのも王の務めか。よかろう、話せ。ここじゃ邪魔が多そうで。では場所を移しましょう。活動の本拠地に目星をつけてあります。シュテルン、さすが。その前に、コガラスとその融合機、我々が復活したからには貴様らはもう終わりよ。そうだぞ、終わりだぞ。皆様に近いうち改めてご挨拶に上がります。待ってろよ。守護騎士どもも、星と雷のちび魔導士たちも一人残らず食らい尽くしてくれるわ。アミタも、バイバイ。キリエ、あの子は本当に。あ、言ってしまいました。青とピンクのお姉さんたちのこともやけど、マテリアルたちが復活したとなると、またなんとかせんとかね。はい、オリワル君、クロノ君、出張中や。私やナナハちゃん、フェイトちゃんでなんとかせな。はい。リンポースにはできればお家でゆっくりしててほしいけど。どうか私も。うん、そやな。その代わり私のそばを離れんといてな。はい。というわけで、ナナハちゃん、ちゃん、うん、銃を持った青い服とピンクの服のお姉さんたちから事情を聞く。3グループに分かれよ。私とリンフォースはマテリアルたちを探す。私とユーノ君は青い服のお姉さんを追跡。私とアルフがピンクの人を追う。厄介事になる前に解決しちゃいたいね。